はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。英語とクイズの心世界をやっていきたいと思います。おっと、フレンド申請していただいた方がありますね。はい、ありがとうございます。フレンドなりました。これがフレンド招待 ID です。もしよろしければですね、フレンドになっていただければ嬉しいです。出所があると装備できないのか。おっと、間違えた。ラボを見てみよう。装備強化、魔術書。あれ？もう一度装備強化で、もう一度これじゃないってことか。全部外さないといけないのはもうなんかなーって思います。自動でやっといてほしいよなー。これで、ようやく装備強化できるのかな。これもそうですよね。で、これに、違う。これをセットするってことですよね。はい、というわけで、クエストやっていきましょう。タワーがあるのか。1階ですね。わからん。これは普通に。ファッション用語？
パッションなのか。お、でもそんなダメージ与えられてないですよね。OK。一体倒しました。え？芋だ。アンティドゥ、アリクイ。アリクイレベル1号が下がっちまったみたいだっていう。OK です。簡単にクリアしましたね。サポーターっていうのが、いるみたいですね。女性はみんなバラバラみたい。ただ赤がいないから赤が強いのかな。赤でも青に弱いから一緒か結局。はい、オッケー。一体倒しました。オッケーです。サンゴだな。分子ってなんだ？OK、透明さしました。やっぱり敵はだんだん強くなってきてますよね。赤。通信販売かな？ OK。なんだ、匠の技に引っかかってしまった。オフィスワーカーですね。ジョインですね。
うわあ、きついね。もうとどめさしちゃおう。お、達成報酬を受け取れますね。テスト3回クリアで、クロスボウや魔術書をゲットできるってなってます。クロスボウをゲットしよう。装備強化を見てみよう。クロスボウを今度は強化してみましょう。これ一つずつ外さないといけないのは辛いですね。これでいけるはず。それでクロスバーも強化します。さあ、これで、タワーに復活です。タワー4階です。赤があるから、まあ、これが良さそうですね。ナンバー貿易か。一体倒した。もう一体倒しました。これですね、緑。自由民権運動か。さて、まあ緑ですね、もう一回。クワオード。オッケー、とどめ刺しました。どんどん行きましょう。おっと。
と難しい。まあ、違うのか。これは知らなかった。ちょっと緑がやばい。回復させないと。アルバトアホウドリのアルバトロスだ。回復させたいがな。OK です。あ、まだ OK じゃないんだ。もう一体あるんだ。回復しときましょう。これはなぁ。使っちゃいましょう。青の方が良かったか。チンチラ一体倒した。緑、哺乳類、モンキーだ。その方便か。ヒビスカス。おお、よかった。さあ、あと一発。竹ですね。投影させました。ミッションを解放ですね。なんだこのレイドって。プレイヤーランク20以上じゃないと無理か。
さあ、相手、まだビギナーということで、さすがに、強いですよね。早い。先制攻撃を打った。早押しな感じですね。先制攻撃。あ、まあ話にならないですね、これは。さっさと眠らせてあげましょう。え？トークか。さあ、先制攻撃はなった。もう一体。OK です。勝ったかな？オッケー。出られる？アベウか。適当。お、復活するんだこいつ。円周率か。パイではないんだな。赤だから青だな。首だ。もうちょっとだ。あ、これとどめさしときましょう。5回目挑戦できるみたいですね。何これ、スリーダイヤガチャ券なんてあるんだ。なんだろう、スターダイガチャ券って。あ、そういえばガチャやってなかった。装備のガチャもいるな。10連の両方のガチャ、装備とキャラクター両方のガチャやりたいと思います。まず装備の10連ガチャ、これ1回おまけになります。さあどうでしょう。縄だ、無知だ。おーっと、ロケットランチャー？なんだこの星4のロケットランチャーは。星3サファイア。金の延べ棒に聞こえた。銅の延べ棒という。これもなんか来るぞ。デンジロット？なんだこれ。星3ワンド。今まで星4があったぐらいかな。なんで結構。これも欲しいよ。ミサイルってなんか、きな臭いな。これもきな臭いぞ。フォースライフル。めちゃくちゃきな臭いですよね。さあ、何をすればいいか。プラチナ装備ガチャってあるんだ。水着も魅力はあるが。もっとも、こっちも水着なんですよね。セブンスターズ。イケメン狙いですね。アイドルガチャ。どれがいいんだろうな。お、こんなのもあるんだ。
なんだって？プレミアムガチャ。協力はユニット発生。時期が悪いからな。9月28日。今日が26日なんで、明日なんですよね。水着よりやっぱ汎用性の高いガチャを行きたいと思います。プレミアムガチャ、なるほど。やっぱり今は花より実を取りたい。おっと、なんだこれ。エミリー。あんまり強いキャラないですね。チケットガチャっていうのもあるみたい。あ、これか。これも4回回せます。隠れてて意外と見えにくいな。なんか、たぬきさん。おっと、なんだろう、これ、かな。でも、星音ばっかりなんですよね。なんで、星音以上じゃないとあんまり意味がないかも。ジュニア初登場か。ワルキューレ。ミーボイド。これがラストのガチャですね。おっと。こっくりさん。OK です。ガチャを回しまくりました。ラボ行きましょう。結構合成化が多い。死にばっかりだな。なんか怪しい星音装備。コストがかかる。
何か条件がいるかもしれないですね。もしくはこれ一回外さないと。あ、そういうことか。ロケット行ってみましょう。あと外さないと装備がセットできないのか。何外した？やっぱり装備コストがかかるんですよね。ここなんだ。ちょっと不安定なのかな。とりあえず強化させましょう。おっと、もうないよ。
だ、緑か。さあやっていきましょう。さあ続きです。勝ちましたね。お、相手強い？範囲か。ああ、正解は正解だったが、相手の方が早い。あ、先制攻撃できた。しかし先に会えた。勝ったが。ビジーだ。手を回復力すごいよな。リデュースはこれかな。これか。あー、焼いた焼いた。強い。というか回復力がすごいや。間違えた。やられた。依頼はリクエストか。強い。向こう強いわ。ちょっとかないそういない。サンプスは相手に先手取られた。ちょっと回復力的かないそういない。ギブアップできひんかな。まあいいやろ。答えてシュート、それでよかったんだ。
発送するという意味はありますね、シップには。もうちょっとなんだけどな。結局戻っちゃうから意味がない。土石流？じゃあこれか。カットオフか。これで決まりかな？決まった。やっぱりバランス型の方がいいですね。この敗北は、敗北を思うと。やっぱり考えられてんだなと思います。さあ、先制攻撃。一体早くも倒した。OK。リセクター排除。あ、受け入れでよかった。能力アビリティだ。さあ、改革かな。 OK。 まあ、とどめさしちゃいましょう。最後ですね。これは強いや。勝てっこないね。リタイア。やっぱりさすがに強い。しかも回復系がいるからな。ルーマー噂だ。一体倒した。これは働いてくるかもしれないですね。変身か。攻撃が最大の防御なんですけどね、本当は。施設場所の英語にするものと勘違いしてた。回復させ合おう。そう、背中って意味はあるんだな。そう、狙われてます。いい流れですね。歌詞ファーレンハイト。 OK。
プルヒップ、あ、間違えた。押し間違えたよ。相手グレートだ。デデュースは推論かな。さあ先制攻撃できた。使っちゃいましょう。ここで二択をエミネントだな。二択だった、二択じゃないと分からなかったかな。さあ13問目です。あ、これだ、間違えた。なかなかこの硬いですね、青のキャラクターは。ほう？チークってそういう意味なんだ。回復しながらなんでね。走るか。経営するもランなんですよね、これ。経営もラン。Google じゃなくて Google か。元気づける。OK。相手も正解してるよな。OK。一気に行きます。とどめさしちゃいましょう。ディスティングと。OK です。倒しました。誰もやられずに、ほぼ。やれずに勝ちましたね。いいです。この流れはすごい。はい、というわけで、以上。
英語とクイズの心世界、戻ってみました。やっぱり英語の世界なかなか楽しめますね。時々落ちることがあったり、装備を選びにくかったりという欠点はありますが、サクサク進むのがこのゲームの魅力だと思います。皆様遊んでみてはいかがでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。またこの動画のラスト20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。よろしければ見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうです。